コドナチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。古着屋コドナディレクターバイヤーの一丁です。タダです。はい、ということで、本日もですね、一応昨日ね、はい、動画の収録したじゃないですか、はい、一応まあ毎日コーディネートを投稿するということで、一応この企画のタイトル決めたんですよ。はい、なんすか。スタイルダイアリーと題しまして、まあ日記のようにね、毎日のコーディネートを記していくということで、本当はなんかデリバリースタイルとかにしようと思ったんだけど、そっちも良くないですか。いや、それラムダさんが作ってる。なるほど。ちょっと恐れ多いまあ一応仮名でスタイルダイアリーと題しまして、今回はスタイルダイアリーの第2回目ですね、はい、ということで、まあ事前にもお話しさせて、多田くんにはね、お話ししてましたけど、はい、今日何やるって言ってました。スプリングコートですね。はい、違います。え、違うの。はい、今日はですね、残念なことに天気が小雨なので、はい、小雨の日にスプリングコートも違うでしょっていう。じゃあ、なんですか。はい、ということで、本日のテーマなんですけど、はい、雨の日コーデでございます、はい、よっ。まさかのね、ここで伝えるためにあえて事前に言わなかったっていうのもあるんですけど、ちょっと今日は雨の日コーデを2人で考えていこうかなと思います。まあ雨の日といったらやっぱりこうね、ちょっとウールとかだったり、こうなんつうの、素材的に水が染み込むものはあんまり着たくないとか、そういうのもあると思うので、まあちょっとけど、だからといって、なんかやっぱりおしゃれが好きな人間としてはさ、サボりたくもないじゃん。はい、ということで、まあ雨の日でもね、かっこよく決まるコーディネート、今回はまたお店の商品使って考えていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ今日はどっちからやりますか。じゃあ前回、そうですね、僕先行だったので、今回、タダくん先行ということで、じゃあタダくんのまずコーディネートからご覧いただきたいと思います。どうぞ。はい、ということでまずはタダくんのコーディネートを見ていただきました。ちょっと結構雨降ってたんでね、爆降りで、なんか途中から晴れてくるって感じで、ちょっとわけわかんない状況で撮影してたんですけどまあちょっと雨の日コーディネート良かったね、スプリングコートじゃなくてね。うん、もうびっしゃびしゃ、うん、ね。まあけどやっぱり雨の日でも撮影できるぐらいのコーディネートだったと思うんで、じゃあちょっとご説明お願いしていいですか。はい、僕は雨の日ということで、雨の日って多分皆さんモノトーン調の服装をする方がすごい多いかなと思うんですけど、うん、まあコドナって割と色を使うお店でもあるので、まあ色はとりあえず使っていこうということで、まあ、ちょっとねスモーキーカラーで、これかっこいいよね。これかっこいいですよね。なんかちょっとオリーブともまたカーキとも違う、なんだよ、グレイッシュグリーンみたいな色味でね。うん、グレイッシュオリーブちょっと独特なテンションのね、色味で、はい、うん、のアイテムとかで合わせてみたんですけど、こちらの、一番上に羽織ってた M65 の、フィッシュテールジャケット、うん、コート、まあネームのモツコート、まあ、モツコート、うん、なんですけど、モツコートって割とやぼったいイメージとかかなりあるじゃないですか、うん、はい、それをまあなんかネームさんが、まあ、なんか何だろう、まあ、現代的にアレンジしてるんだね、アレンジしてかなりクリーンな雰囲気と、まあ、ちょっとモダンな雰囲気もありますよね、うん、色味も相まって、ね、のジャケットをまあコートかを主役にして、まあ、インナーにはなんかまあ普通にニットとか、まあ、シャツとかでもよかったんですけど、うん、まあなんかそれだとつまんないなと思ったんで、うん、あえてコートンコートということでステンカラーコートを合わせました、うん、これもドリス版のってんでね、はい、ドリス版のってんのやつなんですけど、うん、まあ、ドリスらしいこの総柄、うん、こんな感じで、ヘビなんですね、い
そうだね、なんか配送を転写したみたいな柄ですね。はい、うん、で、ちょっとアクセントをつけてって感じですかね。で、うん、ロングロングのレイヤードってあんまりやってる人もいなくて面白いかなと思って、うん、うちだと割と定番、まあ、うちの着画とかだとよくやるレイヤードだけど、まあ、あんまりやる人はいないかもしれないですね。あ、うん、まあ、ロングロングだとね、多分、まあ、濡れてもね、かなり守って、二重で守ってくれるんでね、うん、あ、まあ、意外とけど、ナイロンとナイロンをこうレイヤードした素材感ってかっこよかったりするからね。ああ、やっぱりそうっすよね、うん、まあ、ここら辺とか合わせて、で、パンツにはこちらですね。これなんか、ルメールかと思いきや、デサントさんなんですよね、うん、そう、デサントのワイドパンツ、これイチさん欲しがってますね。はい、僕ちょっとこのブラウンのパンツも無限に多分6本ぐらい持ってるんですけど、けどこのブラウンの色味ってちょっと白っぽいブラウンというか、このクレープスキュールの僕キャップを最近基本は被ってて、この色とちょうど色味がぴったりだから、これ欲しいんだけどちょっと多田くんにダメって言われてるので、もうちょい売れ残ったら買おうかなって思ってるやつですね。落ち着いてくださいということで、うん、だけどこの素材とかもね、結構洗えるような、洗濯できるような素材だしね、うん、デサントさんはやっぱスポーツ系も結構強いメーカーさんだから、うんうん、その辺のなんか水に強い耐性もあるパンツということでね、はい、のパンツで、まあ、なんか色味を春っぽくしてみて、うん、でシルエットの方もちょっと A ラインを意識したスタイリングを組んでみて、うん、まあ、僕って170センチなんですけど、まあ、結構こういうロングコート系って着ちゃうと、なんか身長、スタイルがあんまりよく見えないことがかなり多いんですけど、こうやってね、なんかワイドパンツ合わせて A ライン作ってあげるとちょっとスタイルもよく見えるんで、ちょっとシルエットの方にも意識したようなスタイリングです。で、このパンツに関しては、まあ、濡れてもポリエステル製なんですぐ乾くんで、まあ、すごい今日のコーディネートにはぴったりのパンツだったのかなって思います、うん、まあ泥跳ねてもね、あんま目立たないしね、うん、まあ、どれもあんまり泥が跳ねても目立たないっていうところでね、はい、雨の日にはぴったりかなと思います、はい、なんかやっぱりけどさ、ナイロン系のこういうロングコートってなんかこうアウターでも使えるし、インナーとしても意外とシャツ感覚で使えるから、確かに、まあ、今回このドリスをちょっとインナーで使ったけど、はい、別にこのネームのモッツコートも上からこのドリス多分重ねてもかっこよく決まるじゃん。確かに、うん、だからなんかそういった意味では結構インナーとしてもアウターでも使えるってことで、まあ冬場のインナーとしても使ってもいいし、春はアウターとして使えるってところで、結構今の時期買うんだったら便利なアイテムかなって気がしますね。いいことを言った、うん、ということでまずは多田くんの、コーディネートをご覧いただきましたので、続いては、僕のコーディネートをご覧いただきたいと思います。どうぞ。続いては僕のコーディネートを見ていただきました。いかがだったでしょうか。今回はまあちょっと主役にまあナイロン系のアウターを羽織ろうかなと思ったので、こちらですね、最近入荷したばかりの、N ハリウッドさんのノーカラーの、ナイロンのオリーブの色味の、ジップの、まあコートって言ったらいいのかな、まあライトコート、主役にコーディネート組みました。まあこれもなんか結構普通のやっぱコートと違って、ノーカラーのまず襟に、そう、この辺にね、ジップのディテール効いてたり、なぜか片方だけポケットついてて片方だけジップがついてるみたいなデザイン。これ取り外しができるのかな、やってみます。うん、取り外しはポケットが取り外し、うん、まあ、あんまり意味はないけど多分ここちょっとね取り外すこともできるみたいな、ちょっと変わった、ディテールの入った、オリーブの、ナイロンのノーカラーコート、主役にコーディネート組みました。これ結構撮影中さ、雨弾いてたよね。これは半端ない。なんか結構ペライから、
水こうなんつうんだろう染み込んじゃうかなと思ったんだけど、かなり弾いてくれたので優秀でした。でこちらのまあノーカラーのコートなので、まあやっぱりノーカラーだったらちょっとフードあるものをレイヤードしようかなと思いまして、うん、こちらですね LL ビーンさんの、こちらもナイロン素材の多分80年代後半ぐらいだと思います、ナイロンのアノラックパーカー使いました。まあやっぱりこの紫の色味っていうのがオリーブとレイヤードした時になんかめちゃくちゃかっこいいなと思って、うん、なんか黒とかグレーとかレイヤードしちゃうとちょっと普通な感じ出ちゃうけど、あえてこういうね紫をちょっとレイヤードすることによってなんかこう古着好きな感じというかちょっと黒と感みたいなものを演出しようかなと思って、まあこちらの、紫の LL ビンさんのナイロンのアノラックパーカー合わせました。まあこの辺のやっぱディテールとかもね、なんかこの辺のディテールとかもまた相まってちょっとなんか似たようなもの同士というか、ここで色拾ってるって感じなんですかね、うん、あそこまで計算してない、あそこまで計算してないまあその後出てくるんですけど、まあこのナイロンのねアノラックパーカーのジップの色が黒だったので、まあなんかパンツはちょっと黒系合わせると引き締まるかなと思ったんで、はい、パンツはこちらですね、ベッドフォードさんの、これベッドフォードなんですか、そう、ベッドフォードさんのナイロン素材の、結構これ薄手の、まあペラッとしたナイロン素材の、まあ一応フライトパンツとかに入るのかな、元ネタは。裾にこんな感じでリブがついてるデザインの、ちょっとね、シャイニーなネイビーの色味なんですけど、まあこの、パンツを合わせました。かっこいい。まあウエストゴムで、まあなんかベルトいらずで履けて、まあリブがついてるので今日はやっぱ雨だから、うん、なんかこのニードルスのブーツ履こうかなと思ったんですけど、うん、結構こういうリブがついてるとブーツとの相性が非常にいいので、そうやっぱ雨の日ってなんか革靴とかよりちょっと僕はブーツをね、はいはい、履きたい派なので、あんまりブーツってね水とかも染み込んでこないし結構便利なので、まあブーツで合わせようということで、ちょうどこのブーツといい感じに相性のいいベッドフォードのパンツがあったので、うん、まあ、こちらのパンツ合わせました。ほんとこのパンツもなんかこのねアウトポケットのディテールがシンプルになりすぎないし、うん、結構テーパードのシルエットとかもすごい綺麗で、うん、なんか太いんだけど細く見える、シュッと見えるデザインで、うん、僕あの結構ブラウンのベッドフォードのパンツよく履いてるんですけど、あそのシルエットと全く一緒なんですよね、はいはいはい、でもめちゃくちゃ使いやすくて、うん、まあちょっとお気に入りで買い付けたアイテムなんですけど、こちらのパンツを合わせてって感じで、まあ、あえて黒は使わず、ちょっとこうネイビー、パープル、オリーブみたいな春っぽい色味で、そう春っぽいのかな、まあ重たすぎないようにコーディネートしてあげたような感じですね、はいはいはい、全部まあ洗濯もできるようなナイロン素材使用してって感じで、まあ泥跳ねても最悪洗濯できますよって感じのコーディネートを組んでみました。じゃあここからはですね、前回同様にですね、ちょっと僕ら2人のおすすめの、あと店頭にあるちょっと雨の日アイテムみたいなものを2個ずつまたご紹介しましょうかね、はい、じゃあご紹介していきたいと思います。はい、ということでご用意させていただきました。じゃあ僕のまず一つ目におすすめのアイテムがこちら、ウルさんのナイロンにちょっとだけシルクも混じった、まあ、ナイロンジャケット、スタンドカラーのナイロンジャケットになります。まあ、これなんかオレンジの色味がちょっとシルクが入ってるかわかんないけど、なんか普通のオレンジの色味と違って、白っぽい、うん、ちょっと白っぽい、なんか光に当たった時に結構白っぽさが出て面白い発色をしてるのと、まあなんかあんまりこの手のやつでは見かけないスタンドカラーのディテールだったり、まあフロントもボタンとジップ両方ついていて、まあ結構なんかいろんなシルエットの変化も楽しめるってところで結構気に入ってるこちら、ナイロンのジャケットですね、はい。まあ、この辺って結構なんかまあアウターとしても普通にジャケットとして着られますし、意外とコートのインナーとかで使ってあげてもね、それこそなんか今回のあのモッツコートみたいな中にちょっと差し色で使ってあげてもいいしってところで、結構この辺は汎用性高いから、まあ雨の日グッズと言わずまあ普段使いもできるので、この辺非常にいいかなって思います。それから2つ目にご紹介するのは、まあ MA1、こちらは、アンユーズドさんとバズリクソンズさんの、ダブルネームの MA1 なんですけど、はい、まあ、結構知ってる方ならもう知ってる本当名作中の名作みたいなアイテムで、そうですね、まあ、これに関してもやっぱり、まあね、このフロントが
ナイロンなのでしっかり雨弾いてくれるし、これに関してはあの中綿が入ってないタイプなんですよね、うん、なんかパンパンに中綿入ってると結構雨で中綿とか劣化しちゃってみたいなこともあるけど、これに関してはまあ中綿も入ってないので結構洗濯もしやすいし、まあ普通に色味もちょっとこうなんつうんだろうな、またベージュとも違ったちょっとグレッシュなベージュというか、この曖昧な色味も絶妙だし、まあリブの色がなんかこのベージュっていうのも可愛いし、まあサイズ感も結構オーバーサイズで中にも着込めるから冬場結構重ね着しても使えて、まあ春とかは T シャツ1枚の上から羽織ってもいいしってとこで、結構雨の日用しかり、まあ日々のコーディネートにも使えるからこの辺も便利かなと思いましたということで、僕はこの2つが今コドナにある中だとおすすめのアイテムですかね。はい、じゃあ多田くんの雨の日おすすめアイテムご紹介してください。はい、まず1着目こちらですね、ノースフェイスの、パープルレーベルって、まあ、これはパープルレーベルじゃないんですよ。え、違うの？あ、紫タグって言って、うん、パープルレーベルができる前の、うん、ちょっと古いノースフェイスのタグですね。あ、そうなんですね、そうらしいです、うん、の、フライトジャケットで間違いないですよね。うん、フライトジャケットだね。フライトジャケットです。まあこれも光沢感のある、何素材だろう、ちょっと素材わかんないんですけど、まあナイロンですかね、うん、のツイルっぽい素材感と、まあ特徴的なのがこのミリタリーディテールに対してポケットが、このジップアップのポケットとスラッシュポケット、うん、フラップ付きのスラッシュポケットがあるっていう、まあなんか機能性も兼ね備えたアイテムで、素材感と相まってかなりモダンな雰囲気で着られるかなって思うアイテムです。でかなりまあ身幅とかが広くて着丈が短いようなシルエットなので体型を問わず着れるので、これかなりおすすめかなって思います、うん、なんかノースフェイスだとさ、結構最近のだとストリート寄りなアイテム多いけど、ね、これなんかちゃんとヴィンテージのちょっとミリタリーアイテムをね忠実に再現してるようなデザインで、今のノースフェイスではないような雰囲気がいいっすよね。そうですね、うん、はい、いいっぽいですはい、で次にご紹介するのがこちらですね。はい、先ほどの色違いですねはい、実は色違いの方もあって、これは黒、墨黒、そうだね、ちょっと真っ黒っていうよりは若干白っぽい、まあ墨黒と言われるような、まあ、僕らはチャコールブラックとか言いますけど、うん、のこっちのネームのモッツコートも入っております、うん、まあ説明不要かな、まあ、そうだね、説明しましたね、まあ本当インナーでもアウターでも使えるようなアイテムなので、はい、便利っすよね、はい、これはかっこいいっすね、うん、で実はまあなんかさっき紹介しなかったっすけど、ここにまあジップがついてて、ジップ開けるとまあフードもね、はい、まあ簡易的なものであんまりしっかりしたフードじゃないですけど、まあ一応雨用にかぶれるぐらいのフードはついてるので、はい、うん、はーいっていう感じで、はいって感じで、まあコドナにもね、こんな感じで他にも雨用アイテムみたいなものも、まあ雨用で買うようなアイテムではないけどね、どちらかというと私服で買うようなアイテムですけど、まあ雨の日にも便利なアイテムございますので、まあぜひぜひ気になるものありましたら、すべてオンラインショップでもご購入できますので、ご購入いただければと思います。まあ、こちらのね、今回紹介した商品全部オンラインストアでも買えるんですけど、店舗でも、全然販売はしてますので、よかったら店舗の方にも足を運んでください。店舗の方ではね、まあ、僕たち普通に服、接客するだけじゃなくて、うん、コーディネートまで含めて、ご接客もさせていただくので、はい、本当コーディネートの組み方全然わかんないよとか、あとまあ、この春ちょっとどんな服、コーディネートしていいかわかんない、どんな服が似合うかわかんないって方でも、まあ、店頭来ていただければね、まあ、僕らいろんなお客様やっぱ接客してますから、そうですね、まあ、そのお客様の体型なり、まあ顔立ちなり髪型に合わせていろんなコーディネートご提案させていただくので、よかったらお店の方にも足を運んでいただければと思います。お待ちします、まあ、絶対ね、自分一人で服選ぶよりね、誰かと一緒に選んだ方が、まあなんか違う角度からまた似合う服とかもね、おすすめしてくれて、まあ多分新しい世界が広がるかもしれないですしね、うん、まあ、ぜひぜひお店の方も足を運んでください。それでは、今回の動画はこれで終わりたいと思います。まあ、この動画の感想なんかももしありましたら、ぜひぜひコメントでいただければと思います。まあ、僕と多田くんどっちのコーディネートが好きだったとかもね、ぜひ教えていただければ嬉しいなと思います。はい、ということで、次回はじゃあ、後回しにしたスプリングコートのコーディネートをね、ご紹介しますかね。
ちょっとは重複しますね、でも。まあ確かにスプリングコートっちゃスプリングコート使ったけど、まあちょっと色味をまた変えながら、ね、そうですね。雨の日にやっぱ着るような色味とさ、はい、晴れの日に着る色味だとまた違いますからね。そうですね。うん、頑張りましょうか。そんな感じで、じゃあ次回はスプリングコートのをご紹介するということで、はい。はい、じゃあまた次の動画もぜひ楽しみにお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。一応でした。